はい、皆さんこんにちは、あんじです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回もですね、引き続きこちらの治療院のですね、待合室から動画を配信していきたいと思います。じゃん、こんな感じですね。今回はですね、じゃじゃん、100均で買った美容グッズなんですけどもこれをですね、炭酸スプレーを使ったらどうなるかっていうちょっと実験をしたいと思いまして、買ってまいりました。今からですね、これでですね、実験したいと思います。こっちがフェイスローラーで、こっちがボディーローラーですね。説明書で言うと、二の腕とかお尻とかふくらはぎとか足ですね、このボディーローラーを使うらしいんですけども、実際ですね、どんなものか使ってみたいと思います。まず炭酸スプレーを使わない時どんな感じかちょっと実験しますね。よくわからないです次ボディーローラーいきますね。ちょっと二の腕とか痛いですね。足いきますね。多分効いてると思うんですけど、これを炭酸スプレー使うとどんな感じかっていうのをちょっと顔からやっていきたいと思います。いいですね。あ、相変わらず炭酸スプレーは気持ちいいですね。さっきよりですね、このちっちゃいローラーがフィットする感じしますね。こう柔らかくなったんかな。柔らかくなったからこう食い込む感じがしますね。思ったより食い込む感じがします。あ、これでもさっきは何かようわからなかったんですけど、今これやると確かに凝ってるところがこう明確にわかるっていうかね、この左のここら辺がちょっと凝ってたなって感じが分かったりとかしますね。いいかもしれないです、炭酸スプレーとの相性は。次、このボディーローラーなんですけど、ちょっとこの前腕、腕のここやった時、まあまあ痛気持ちいいっていうのか痛いっていうのか、そこら辺のちょっと中途半端な感じだったんですけど、これを使ってやってみたいと思いますね。で、まあ、ペタペタペターっとね、ペタペターっと。で、なるほどなるほどなるほど、分かりました。こいつらソロで使ってもあんまり正直実感なかったんですね。でもこの炭酸スプレーを使うと、このフィット感というんですかね、フィット感ちゃうわ、このグリップが入る感じがするんですね。おそらくですけど、皮膚から柔らかくなって効果が、この2つのその単品の効果よりもこれを使うと効果が多分ね、倍増すると思います。すごい今それ感じましたね。実際ですね、僕これなんか使ったことなかったんですけど、今の効果の出方だったら継続できるかなって僕は感じました。で、今までこういうのってみんな三日坊主で終わったりとか、やっぱりやめたとかなると思うんですね。で、今みたいに炭酸スプレーを使ってこれを使うっていう日常化をすることによって、こういうものを付け加えると、さらに今よりも美容効果であったりアンチエイジングとかですね、さまざまな要因が増えてくるわけなんですね。まさにこれが習慣化ってやつなんですよ。で、僕はですね、朝晩これをちゃんと炭酸かけて、昼間は事務所で、治療院で炭酸をいっぱい浴びてるんですね。これがまさに習慣だと思うんですけど、もしあなたもですね、美容であったり老化を防ぎたいっていう習慣をつけたかったら、こういうグッズをお持ちであればこれも付け加えた方が僕は効果あると思います。で、最後ちょっと強敵なんですけども、じゃじゃーん、このソフィル E っていうのがあるんですね。これは美容メーカーのところで作ってる、ちょっと高いですね。これ100均ではちょっと買えないぐらいの、買えないぐらいで相当高いやつなんですけども、これをですね、これ使った時どんな感じかっていうのをちょっとやってみたいと思います。これ相当すごい磁力なんですよ。で、これもよくテレビとかにもね、ドラマとかのなんかこういう小道具で使われてるっていうの有名なんですけども、この顎から僕のこの顔の上がり方見たら分かると思うんですけど、こういう感じで下から上下から上って結構痛いんですよね。これ磁石が結構磁石食い込んできて痛いんですよ。でこれちょっと痛かったなマジで。これですね、こういう感じで顔にかけるじゃないですか。そしたらおお滑らか、滑らかですね。痛くない、痛くないですね。これ使い方めちゃめちゃあるんですけど、この目尻からこう回すとですね、こう回すとですね、めっちゃ上がるんですね。めっちゃ上がるんですよ。やばいですよ。この側頭部、ここもやるとですね、めっちゃ上がるんですよ。 OK。 さあほら眉毛めっちゃ上がってますやん。これやばいですね。このままいったらですね、顔が歪んでしまうので、こっちも後でやりたいと思うんですけど、こんな感じでやってるとですね、楽しくなるじゃないですか。僕こっちだけすごい不自然な感じになっちゃってるんですけども、もしあなたもですね、美容とか老化とかですね、そういうのに気になるんだったら、炭酸スプレーとあなたが家で持っている健康グッズを使うだけでも効果が倍増していきますので、ぜひですね試してみてください。ではですね、また次回お会いしましょう。さよなら。はい、今日はですね最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今回の動画がですね良かったなとかためになったと思っていただいたら、いいねのボタンをよろしくお願いします。またですね有益な情報をどんどん配信していきますので、こちらの方にボタンを用意しておきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。またですね次回お会いしましょう。さよなら。じゃんじゃん。